片付けてね、そうだね、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。何回も何回も言ってるやん、ここに脱ぎ散らかさないでってやめろやめろ、ねえ、これどこ、おい、もうトポロジー買ったんか、ねえ、いや、もうトポロジー買ったんか、はい、情報がこっち、こっちだんです。それはこれ何、これ、あ、何これ何見せるもんじゃない、じゃ見せるもんじゃないというか何、大丈夫大丈夫、カメラとか回ってないし全然鬼回ってる、全然回ってないから、鬼回ってる、回ってないよ、これ なんで脱ぎ散らかしてるんですか。どうぞどうぞ説明、こっちとこっち鳴らしてどっちかにしろよ、どうぞ説明、大体1回だから説明してみ、どうぞ、ね、なんですかこれは、まずこれあのまずむくみを取る、足のふくらはぎのむくみを取る靴下みたいな、足のやつ、そう、じゃあなんでここに置いちゃうんですか。使っていたからです。いやじゃあちゃんとさ持ち場に戻さないと、まあ今夜また持ち場がここから使われて戻る感じで脱ぎ散らかしてるとき寝る前にだからここで入ってから上行ったりするから、そういうところだよ、直していこう、違う違う、それかそれ来い、これは別にいいじゃんと、貸せ、何早いから早いからって何、いやこれは早いって買うの、いやいやもうこれ欲しいって言ったじゃん、欲しいの買うの早い、じゃあ欲しいって言ったから買うの、そんな簡単に手に入れちゃっていいの、そんな簡単に手に入れちゃっていいんだよマジで欲しかったから、超可愛くない、はい、これリバーシブルだし、普通にリバーシブルなのは知らなかった、マジで俺も全然知らなかった、リバーシブルなのは知らなかった2回言うなだからこれ、こっちがいいよね、こっちが可愛い、可愛いよかったね、質もいいしさ、最高で、ね、やめてほしいのが一つあって、ないないない、やめ、もう言わないで、これ買ったことは別にいいと思う、その話じゃないから、泣えるよ、これ泣いちゃうよ、泣いちゃう、はい、ね、結構遅く帰ってきて、うん、でこのバッグに合う服をちょっと選んでほしいっていう時間が本当に嫌でした、うん、はい、泣いた、はいはいはい、泣いた、あの時間じゃなくてよかった、はい、普通に泣いた、マジで泣いたの、いや泣いてない、今日メンタルの持ち主だから、はあ、2回鳴らすな、これいいじゃん、何を買おうが、買うのはいいんだよ、それはね、コーデをやら、コーデちょっとやらしちゃったらまあ申し訳ない、ちょっと思いつかなくて、あーめんどくせえなーと思いながらやっちゃった、へー、でも結構的確な意見だったでしょ、うん、なんか良さげだった、でも私あの意見を取り入れてくんのかなと思ったの、今日服装に全く取り入れてない、全く取り入れてない、だからはぁってマジで聞いたの、なんなんていう、言ったよ、参考までにだそう、参考までにだから、まあ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 と思いました、まあまあまあって多いよ、その普通に参考までいいだからひゃー怖いやばだから私は結構びっくりした、あ、まあまあまあ、全くあの私が言った意見とは違うコーデで来ましたよと、最初ぐらいはその意見の通り本当に参考だったんだっていう、いいんだよ普通に、いいんだけど面白いぐらいに何もかすってなくてそうね、ちょっとアイス食べたい、ちょっと待って、じゃあだから、アイス今ないよ、え、ちょい、あ、そっか、買わなきゃないのか、そうだよ、じゃあ、キンポン買ってこい、で、外行くのだるいじゃん、じゃあお願い、いや、頼む、どっちが行くかじゃない、一旦指さしてみよう、どういうこと、多数決というかもしかしたら自覚してる可能性もあるじゃん、その自分が行った方がいいなみたいな、確かにね、そう、確かに、自分の可能性もあるか、マジで、それ大事だ、自分の可能性もあるか、そう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 、自分の可能性もね、いくよ、せーの、ういじゃんけんしよう、つけあやめようよ、分かった、じゃんけんしよう、じゃあもうじゃんけんして平和的解決、どっち負けか勝ちかはじゃ決めていいよ、じゃあ負けか勝ちか決めるじゃんけんする、何それ負け、じゃあまず負けなのか勝ちなのかがいくのかっていう、どっちかなっていうのを決める人がのじゃんけん、じゃあそれを決めるのはじゃあこの勝負にしよう勝負にして勝負にして、でこれでどんだけめんどくさいんだよ、これで勝った方が決めよう、うん、めんどくさい、寝る子いこんだけハートついてるもん、じゃんけんほい、よいしょよいしょよいしょ、これだ勝負1しっ誰マジで、いやミスじゃん普通に勝負1 あら、怖い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 、今殴られたからね、怖い怖い怖い、勝負2勝負2 勝負2
勝負3。あー来たー。勝負2。しでもまだ買うやつじゃないもんな。勝負2。迷ってあげちゃった。よしよしよし、じゃあ俺が決めるわ。まあこのぐらいのね、勝負だよ。負けが買いってください。負けが買いに行く。負けが買いに行く。勝ちが待つ。勝ち待つ。一発勝負ね。うん、一発勝負ね。なんで繰り返したの？3回とか言ってこない。一発勝負ね。一発ね。最初はグッジャンケンポイ。頼むわ。頼むわ。全然頼む。任せろ。マジ。好きなやつ買ってくるから。頼むわ。バニラね。いってらっしゃい。バニラね。まあ、バニラ系がいい。あの普通にあの拒否権ないし。あ、そこの選択権ないの。うん、ちょっと待って。どうした？もう来ないよ。こいつだ、この現場。現場現場現場って言うの？家のこと現場って言ってんの？いってらっしゃい、頼むわ、終わり。あー、お願いします、いってらっしゃい。クソタレが。はい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 、お帰り。うわー、明治エッセルスーパーカヤプー、カヤプー超バニラ。みんなにありがとう。30周年。最高じゃん。30周年。最高マジで。この時間のアイス。あ、もう11時じゃん。なんかカラフルで可愛かったからこれにした。最高。ありがとう。え、これおごり。ところでいい。え、普通に、あの、今日夕方財布からですけど。あ。めっちゃ雪見大福と迷った。わあ、雪見も良かったな。雪見大福でもシンプルが良かったんだけど、うん、私の中では、うん、ショコラだった。この時間ないっすって。まあでもまだまだ罪じゃないよね。え、11時15分、罪。え、私ジム行くわこの後。うん、よほ罪悪感感じてるから。そんな食わなきゃいい。あ、普通に食わなきゃいい話。わかるわ。ちょっと高ぶる。違うかぶる。年やん、普通に年取ってきた証拠なんじゃん。熱々。やっぱ今日昼行った時にコンビニにもうおでんあった。おでん。もう会話がなくなっちゃった。違う違う、今そのおでんあったの顔がキョトンすぎて合ってなかった顔と言ってることがキョトンってしてたから。おでんあったのよ。おでんだ、おらな。そのおでんの季節や。で、おでんの中で何が一番好き？ウインナー。なんで？